こんにちは、ネルソロです。今回はですね、危険地現場柱っていうデッキをね、紹介しようかなと。でね、まあ最近、まあ個人的にもう流行ってるというか使いまくっている現場写真ね、こいつがまあ強いだろうということで、まあいろんなヒーローアーツと組み合わせてまあ遊んでる、作ってデッキを作ってるんですけど、それ以外にね、ちょっと危険地取材っていうカードがあって、まあこれ黒ユニットの防御力プラス3して、そのユニットを受けるダメージが2倍になるというカードなんですけど、これカリマメイと組み合わせるとまあ強いカードかなと思ったんですけど、アシュラ旋空とは相性いいだろうと。アシュラ旋空でダメージが無効になるんで、まあ一発は通るんじゃねえかと。でまあよりちゃんと通すためには、まあ空戦ユニットはいいだろうという感じで、アイオンとかクロウとかベルゼバブとか、まあ、あとまあソロもちょっと入れてみた。今のスタン環境である、まあ、空戦系のユニットね。あとね、普通にこの危険地取材が、まあ、ベルゼバブとかと相性もいいなと思ってて、こいつ1だし倍ダメージ受けてもあんま変わんねえやと思って、まあ、そこも相性いいかなっていうふうに思った感じかな。で基本的には空戦ユニットでダメージ与えながら、当然現場写真でどんどん HP 削りつつ、もちろんハンターガンバでも削りつつっていう感じで、最後アシュラ旋空で決めるみたいなのがまあコンセプトですね。で結構やってみてね、これでね H からチャンピオンズランクに上がったんで弱くはないかなと思うんですけど、今回 HP がどんどん削れるんで、アイロンとか相性いいかなと思ったんですけど、あんまりね使わなかった、あとねソロもねそんなに、使わんかった。でこの6枚は変えてもいいかもしれない。あとね補色もねそこまで使わないなっていう感じだったから、ちょっとこれも変えてもいいのかもしれないけど、まあ、キーカードは、この危険地取材と、まあ、アシュラ旋空の組み合わせが結構強いんじゃねえかっていう感じで。で意外と結構勝てるっていうか、一試合も短いですしね。なんか意外と良かった。あんまりこの危険地取材もね、使ってる人ね、見たことないんだね。多分使い方を今模索中だと思うんだけど、でももうあと数日したら新しいカードがカードセット発表されるようにね多いって感じなんだけどまだエース VS ザ・ピーポー多分こう なんだろう掘り尽くしてないっていうかね、カードの強さをこうみんなこうちゃんと使い切れてないうちに次出ちゃうなって感じなんだけど、まあまあまあしょうがないかと。はい、っていう感じでこの後 H からチャンピオンズランクに、ね、上がった時の、まあ、連勝した時の動画も流そうと思うので、よければご覧ください。どうぞ。風の誠なる一撃見せてみよう。5分で片付けてやるよ。やめろ。
私はここよ。捕まえられるかしら。ここに極まれ。我が前に立つ者、あ
招く危険の強と消え。